つくばか、ピオつくばか、ピオつくばか、ピオは、茨城県つくば市地区へ日常目にある多目的施設。設計は谷口建築設計研究所、谷口義雄。茨城ロボッツとつくばユナイテッドさんがいやが、それぞれ B リーグと V リーグの試合で使用している。室内スポーツ、演劇、ダンス公演、集会等の多目的な市民交流利用を行うための文化施設として、 1996年7月10日に、竣工した。ホールの客席配置は、演者と観客の一体感を生み出すよう配慮が、されており、館内には、中、小会議室、リハーサル室、リフレッシュルーム等の施設も併設されている。指定管理者として、公益財団法人筑波文化振興財団が、管理運営に当たっている。2013年7月4日より、 アリーナ部分の命名権をサイバーダイン社に売却しサイバーダインアリーナとすることが発表された期間は2017年3月末まで契約金額は150万円年2017年3月31日で命名権終了新たな命名権契約はせず故障はつくばカピオアリーナに戻っている2019年10月の 第19回全国障害者スポーツ大会の車椅子バスケットボールの競技会場に内定していたが大会そのものが令和元年東日本台風の接近に伴い中止された。ありがとうございます。